こんにちは、川野義彦です。今回はアスペルガー症候群の、どういうふうに対策していけば、まあアスペルガー症候群の症状を抑えられるかということについて話していきたいと思います。で、まあアスペルのそのあれですね、まあ主な症状としては、やはりそのコミュニケーション能力が圧倒的に低いとか。他人に合わせられない。まあ、1対1の場合はまだわかりますけど、その1対5とか10人とか、そういった多くの組織の中で、発言するっていうふうになると、まあ、ものすごく、その、変人に見られますね。というのも、やっぱりその変わった行動をすることが、変わってるっていうふうに自覚してないんですよね。アスペルの症候群を持ってる人は、もう本当にその、自分では思ってなくて、じゃあそれが普通だよっていう感じで、まあ自分で、あまり考えないで話したり、行動したりするんで、で、周りはみんな驚くんですよね。で、そういう風になってくるんで、まあだからこそ、その、どうやって、この特徴を、まあ、抑えるっていうのも変ですけどね。まあ僕はあんまりその気にしないで、ガンガンその変人の特徴、変わった特徴っていうものを、どんどんアウトプットしてほしいと思ってますけども。まあけれども、その、そういう、まあ僕みたいに、まあ、一つの分野を、突き詰めるっていう人も、まああまりいないかもしれないんですけども。まあ特に女性とかはやっぱり、厳しいですよね。アスペルは、あれみたいですね。女性の方が少なくて。で、女性の4倍男性はいるんですけども。まあつまり男性の方が圧倒的に多くて。で、女性はあまり少ないんですけども。その女性にとっては、やっぱりものすごくきついですよね。本当にその、一般的な家庭はやっぱり作りづらいと思いますし、まあ、あとそうですよね。その掃除がすごいやれないんですよね。まあ、やれないっていうのか、整理整頓能力がものすごく低いんですよ、ね。これ僕もそうなんですけども、もう物がぐちゃぐちゃって置いてしまうというか、元あった場所に戻せないんですよね。これ本当に、まあ若いうちは厳しかったですけども、まあそれもやっぱり、まあ訓練というかね、まあ何でも意識して慣れてくることによって、まあ少しずつその症状っていうか特徴は、まあ和らげることができるんじゃないかなって思ってます。で、実際僕も、一切その、精神病的なその薬は一切服用してないんですけども、まあそうやって、自分を客観視して、一つ一つの、まあ行動というか、アスペルガー症候群的な特徴を、まあある意味、受け入れて、改善して、そして自分の、能力に活かしていく、っていうふうに意識しています。そうですね。まあやっぱりその、まあ、自分の伝えたいメッセージとかも、本当に言葉によってなかなか伝わりにくいと思いますし、まあ僕も全然得意な分野ではないんですけども、まあやっぱり練習っていうか、場数を繰り返すことによって、まあ人は成長していくと思いますんで、まあやっぱり、まあ文章だとか、あと話すことだとか、そういったことは、何度も重複して、まあやっていこうと思っています。そうですね。まあそれによって、他人が迷惑するような、そういった特徴っていうものは軽減できると思いますし、まあやはりまずはあれですよね。意識ですよね。
自分が、一般的で言うと、だいぶ変わった分野にいるんだと。自分は変人だということを、まあ、意識するってことですよね。うん。で、その変わった分野にいるからこそ、まあ、特殊なことができるし、まあ、変わった、まあ、言ってしまえば、その、一芸に引いてたような何か成功をつかむことができる可能性もあるんですよね。だからそう思うと、まあ裏返すと、もう本当に才能というか、まあバカと天才は紙一重って言いますけども、まあ本当にその、まあ社会的に言ったらもうアスペルガーは、精神疾患というか、精神病患者、とかになってしまいますけども、そうじゃなくて、実際、本当にいろんな、その成功してる人もいるんで、そういう人たちに、まあ、追いつくように、少しでも自分を成長させて、まあ、いければなと、思ってますし、まあ、僕も実際、まあ、そうやって日々、成長して、まあ、自分が望む、人生っていうものをクリエイトしていっています、今回の動画はこれで終わります。最後まで聞いていただきありがとうございました。